はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今回なんですけれども、うちのチャンネルではね、珍しくね、企業案件していきたいなと思います。で、俺いつもね、そのアプリの企業案件とかだったら割と断ったりとかしてたんですけど、これね、格安SIMなんですよ。で、格安SIMって確かに気になる人いるかなと思って、で、俺もちょっと気になったからお話聞いてみたんですよね。じゃあゲーマー向けの格安SIMやって聞いて、リンクスメイトさんが、あ、そうなんだと思っていろいろ聞いてたら、あ、これちょっと紹介むしろしたいなっていうふうに思ったから、ちょっと今回動画撮ってみました。で、ただとは言ってもね、ただ紹介するだけだったら、まあ動画としてちょっとうーんって思ったから、ちょっとね無理言ってね、あの世界大会の時の思い出話をさせてくれって言って、だからそれをちょっと動画の中盤以降で話したいと思います。ただね語るんじゃなくて、その世界大会の時の話を、リンクスメイツさんの SIM カードを入れてね、ミラティブっていう動画配信サイト、あの皆さん知ってます？あの iPhone から配信できるサイトなんですよ。だからそのリンクスメイツさんの結局 SIM を使ってどれぐらいのストレスなく、まあ、さ、格安 SIM ってスピード遅いかもしれないとかってあったりするじゃないですか。まあ、ぶっちゃけ環境とかによって個人差あると思うんですけど、まあ、実際僕が使ってみた感じ、これぐらいのスムーズさで、ミラティブ配信できましたみたいなのも伝えたかったから、ちょっとミラティブでやってみたんですよね。で、ミラティブだったら、え、これパケ代やばないっていう、通信量やばくないって思ったりするじゃないですか。それが結構実はねやばくて、これがまあゲーマー向けの格安 SIM かって言われるゆえんかってところなんですけど、このカントリーフリーオプションっていうのがあるんですよ。これね、対象のコンテンツ 90% 以上オフなんですよね、通信量が。つまりこれ月額500円なんですけど、このオプションって。で、ミラティブやったら9割以上カットなんですよ。だから動画配信やったんだけど、結論先に言っちゃうと全然減らなかったんですよね、通信量が。だからこれって動画配信する人もそうだけど、その見る人いるじゃないですか。で、見る人からしたらめっちゃお得やなって思いました。だから、あ、俺結構ミラティブ通勤中とか見るわっていう人とかやったらさ、やっぱ通勤中見づらいじゃん。でも、この格安SIMで、オプションに入ってたらめっちゃ見やすくなるからおすすめかなと思います。一応こんな感じでコンテンツはミラティブがあったりとかするんですよ。まあ、リンクスは残念ながら対応してないんですけど、一応こんなんとか SNS ももちろん対応してるっていうね、感じでございます。で、一応もうちょっとだけ軽くだけ説明すると、あの通信制限って来るじゃないですか、なんだかんで言って。でもね、これ対象のサービスだったら通信制限来ても、あのスピード変わんないみたいなんですよ。高速モードのままらしいんですよ。結構これ斬新だよね。なんかあんまなかったと思うんですね、今まで。で、通信制限どんぐらいで来んねんって言ったら、これ料金プランめっちゃ豊富なんですよね。携帯2台持ちの人とかしたら結構嬉しいかもしれない、こういう風に豊富なプランがあるのは。じゃあ、早速ですね、こんな感じで宣伝もそろそろにしましてですね、ミラティブで、実際に話してみた内容とかをね、動画に今からしていきたいと思います。で、この格安SIMええなっていう風に、まあ、今の段階で思ってくれた人もそうだし、実際にミラティブで話してる内容を聞いて、あ、でもこれぐらいのなんかスムーズさだったら、あ、全然これで安くなんだったら嬉しいわって思う人とかね、いたらですね、この動画からの申し込み限定で初期費用が最大1万円お得になるキャンペーンやってるんですよ。で、概要欄にそのクーポンコードみたいなとかもあるんで、ぜひぜひ、そこからね申し込んでもらえれば嬉しいかなと思います。じゃあちょっと長くなっちゃって申し訳なかったんですけれども、世界大会のこととかね、いろいろ話していきたいなと思います。なんかあの2年前の世界大会で電池めつったんですよ、承認欲求に負けて。それであんまり勝てなくて結構後悔してるから、前回は世界大会ガチったんですよ。2年前はさ、その世界大会はもう出るまでが大変で、出たらお祭りだって思って、勝つことよりもなんかパフォーマンスをみたいな、 YouTube やってるしなみたいなっていう気持ちがあったんですよ。これ裏話であって、で、そうなったら誰も使わないテーマ使いたいなってなって、ちょうど電池面来てさ、で電池面がまあまあ強いぞってなって、あ、じゃあ電池面で勝てたらめちゃくちゃ承認欲求満たせるって思ったんだよね。で、電池面持ってったらめちゃくちゃ足引っ張ってさ、あと俺そういう電池面とかばっかり、その見せる系のデッキ、要は環境デッキじゃないようなデッキを世界大会に持っていきたかったから、そ、環境デッキの調整を全然しなくて、で、クーガっていう、当時クーガ団っていうすごい強いさ、環境トップのデッキがあったんですよ。それを全く調整しなくて、2日前ぐらいに、まあ、後日本代表になる松さんとかと、結局これってどの感じがいいのとかっていう話とかやったんだけど、で、それで出たら、やっぱクーガってさ、そら簡単だけど、やっぱプレイング止めどころとかはさ、もちろん練習してないから、それのせいでプレミで負けたんだよね、2年前。去年はなんか世界大会出るのが目標っていうのでも2年連続だったからなくなったから、
世界大会で勝ちたいって思ったんですよ。だからもう遊びとか抜きでガンガン行ったんですよね。その時は俺メタファイズ使いたかったんよ、これ本当に。去年は俺はメタファイズを使っててずっとメタファイズ調整してたんですよ。でもメタファイズがあんまり形にならなくて、いやこれちょっと弱いなーってなったんですよね。六部衆とかもそうだし、てか六部衆に苦手だし、ちょっときついなってなって、で、あ、じゃあメタファイズダメかーってなったから、その時に電池面のこと思い出したんよ。電池面で承認球満たそうとして去年失敗してるからって言って、今年はじゃあちょっともうガチで行こうってなって、本気で勝てるやつ行こうってなって、ちなみにこれめっちゃ裏話なんだけど、トラミッドが強いってなったんよ。古代に対して去年ね、ある程度五部取れるし、六部衆、先行六部衆は嫌だけど、でもこっち側が先行取ったら潰せるし、サイマジャンとかも破壊系で潰せるしってなって、で、デスペラードに対して強いし、これトラミッドめっちゃ来てるじゃんってなってさ、当時、そのトラミッド使いたいと思ってんだけどって言って相談したのがゼルさんなんよ。ドイツに行く前のさ、空港の時にさ、みんなで飯食いながら俺だけ携帯ポチ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 してさ、ゼルさんが当時さ、トラミッドめちゃくちゃうまかったんですよ。だから、どう思うとか、今の環境どう思うとか、採用札どう思うとかって言って。でもね、あいつマジで A でしか言わんねん。ほんま。A と思うでぼったやねん、ほんまに。もうちょっと否定しろって思うんだけど、ゼルさんが A でって言うからその通りやっていくんだけど、これ調整すれば調整するほどさ、その、破壊系を多くしたら古代がきつくなるし、みたいな。でも、後ろ古代に備えて悪系とかをしたら魔導がマジで無理だし、って。魔導六部衆の攻撃に耐えられないし、ってなって、俺は信じきれなかったんだよね。だから、トラミッドなしやってなって、結局、その時に、またやったんよ、また。これ、本当にまたやった。俺マジで、俺、その WCS まで古代の機械なんて使ったことがなかったんよ、今まで。メタ的に古代の機械が強いって言って、古代の機械に貴重なカナディア3枚ぶっこんで、出たんだよ。古代の機械ね、まあ足引っ張ったね。そう。俺、1年前から、こいつ、何も成長していないっていう。何も成長していないってなってさ。はい。では、いかがだったでしょうか。まあ、個人的にね、世界大会とか、その他に、まあ、大切な試合とかってあると思うんですけど、その時は、割と習熟度がね、高いデッキをね、持っていくべきだなと思いました。まあ、使えるデッキってことですね。まあ、やっぱりね、緊張してる場面だと、長考しがちになるんすよ。で、そうなると、まあ、時間が足りなくなってくると。で、時間が足りなくなるとですね、慣れてないデッキだったら、割とプレミするよなっていうのは、めっちゃ感じましたね。だから次世界大会に出るようなこと、まあ今年の8月に一応そういうっぽいのがあるから、まあ KC グランドトーナメントがあるから、まあその時はね、自分の手持ちデッキ、使える、ちゃんと使えるデッキだけで戦えるように頑張っていきたいなと思ってます。で、まあ肝心のリンクスメイトさんのシムカードなんですけれども、で結構どれぐらいパケット使ったのかっていうところがまあ気になると思うんですけれども、まずミラティブの配信45分ほど行いました。で、45分やって減ったパケット量 3.38MB だったんですよね。で、正直動画見たり、動画を配信したり、まあ、こういうのしてる時って結構パケット消費するイメージなんですけど、あ、まあ、こんな少ないんやみたいなっていうのは正直な感想です。で、あとはね、スピード感、要はパケット料金が安いのは分かったけれども、じゃあスピードどれぐらい出んねんっていうところは正直皆さんも気になると思うんですよ。で、なんて言うんだろう、まあ本当に正直な気持ち言いますね。正直なところ、まあ、そこまで気になるほどじゃなかったと思うんですけど、音がたまに途切れ途切れに若干なってる時があったんですよね。だから配信をするっていう意味で完全にストレスフリーだったのかっていうと、まあそうでもなかったかなと思います。ただ動画見たりとかゲームをするっていう分に関して、あとは SNS 見るとかね、そういう時は特に影響を感じなかったんですよ。なんで格安シムっていう風な観点からいくと、コスパとしてはめちゃくちゃ良かったかなっていうのがマジで正直な気持ちではあります。はい。だからまあそのめちゃくちゃ毎日動画配信するよっていう人とかだったら、まあその時とかだったら多分 Wi-Fi の環境とかの方がいいと思うんですよ、家とかで。まあ例えばね、通勤中とかに、いきなり通勤中に配信するのかって言ったら電車の中で配信とかしないじゃないですか。まああとはね、格安SIMに変えようかな、どうしようかなって、今の携帯だったらコスパがちょっと悪いんだよなって思ってる方だったりだとか、あと昔の携帯があって、その携帯にSIMを入れてね、2台持ちしたいなっていう風なことを考えてる方はですね、まあゲーマー向けのリンクスメイト、個人的にはいいんじゃないかなと思います。
で一応そのリンクスメイトで行くとこの動画限定のね初期費用がお得になるクーポンみたいなのがあって、それ概要欄に貼ってます。なんでぜひぜひ使ってみてください。ではでは今回動画以上になります。めっちゃねもうめちゃくちゃ久しぶりの企業案件だったんですけれども、個人的にはね楽しく紹介させていただきました。というわけでここまで見てくれてありがとうございました。まあ、今年のね8月にある KCGT、優勝できるように頑張ります。最後にね高評価もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。